こんにちは、シエラです。ご覧ください、この鬱蒼とした髪の毛を。これでもたまに美容室に行ってカットはしてもらってるんですけど、もうだいぶ収集がつかない感じになってきたので、今日カットとそれからカラーをしてもらおうと思います。で、まあ妊娠とかをしてからだいぶ髪の毛が抜けたりとかして、一時期はもう髪の毛 2,3 割ぐらいまで減っちゃってたんですけど、ほぼほぼすっかり復活したということで、まあ、抜け毛の進捗の最終回っていう感じに記録として残そうかなって思ってます。で、ちょっと全体をご覧いただきたいと思います。こういうあたりとかももう抜けてるスポットとかほぼほぼもうない感じで、後ろはちょっとよくわかんないんですけど、でも見てください、白髪だけ生えてる。なぜか白いインナーカラーを入れたみたいな感じになってます。本当に白髪がめちゃめちゃ増えたんですけど、まあ、それはあるあるみたいですよね。まあ、ここだけはちょっと別として、まあ、今まではちょっと刺激を与えちゃうとまた髪の毛抜けるんじゃないかなっていう恐れもあってカット以外はしてなかったんですけど、ちょっと久しぶりにカラーしてこようと思います。いきます。美容室から帰ってきました。だいぶ髪の毛がもっさい感じからすっきりしたんじゃないかなと思ってます。いかがでしょうか。今回は赤ちゃん連れ歓迎の美容室に行かせていただいたので、ベビーカーで一緒に同行してもらったんですけど、娘にずっと2時間大泣きだったね。シクシクギャンギャン、シクシクギャンギャンって感じかな。ねえ、うん、普段と違う匂いもするし、ドライヤーの音とかシャワーの音とかいろいろするしね。すごい頑張ってくれました。なかなかね、まあ、連れていくのはちょっと悩んだんですけど、一時保育とかも結構今は私の住んでる地域では難しくて、結構定員の問題とかでキャンセル待ちになってるんですよね。なのでとりあえず今回は連れて行ってみたんですけれども、ね、シャンプー台にも一緒に登ったんだもんね。というわけで、この白髪だらけだったところも綺麗に染めていただいて、すっきりいたしました。大満足です。はい、それではまたね。